本日もマウンテングラフィックを始めます。よろしくお願いします。で今回なんですけれども、天孫降臨が行われたと言われる、高千穂宮に行こうかなと思っています。一旦天気、ガスガスで軽く雨もパラついている状況です。で一応ここ霧島連山と言われる、日本百名山の唐国岳がある山にもなっておるんですけれども、一応この霧島の由来っていうのはこの高千穂から来てると。で、この高千穂の峰がここ本当雲海とか発生しやすいところなんですけど、町からその霧がかかって、その霧の中に浮かぶ島のように見えるから、霧島という名前がつきました。今日霧っぽいガスがある状況になってますので、うまくいけば雲海も見れるんじゃないかなと思っております。はい、じゃあ早速どんな山なのかいろいろリポートできたらなと思っております。行ってきます。で、高千穂峰のコースタイムはだいたい上りが2時間ぐらい、下りが1時間半ぐらいだと思います。で最初はこういう整備された道なんですけど、これが終わったらすぐに急な登り、しかも火山灰等のすごいなんか砂のような、道の急勾配があります。非常に歩きづらいです。そこはリポート後でしようかなと思います。ちょっとガスも相まって神秘的な感じが出ていますね。いいですね。こういう天気が悪い時もどう楽しめるかっていうのが重要かなと思ってます。この砂地の、急登来ました。でも非常に歩きづらいです。多分富士山もこういうところあったと思うんですけど、一歩進んで 0.5 歩下がるぐらいの感覚の登りです。日本広しといえどもなかなかこういう形状の山は少ないんじゃないかなと思います。霧が晴れることを祈ります。砂地の急登登ってたんですけど、ついに晴れました。もともとちょっと雲海ができやすい、霧が濃霧が発生しやすいエリアなんですけど、綺麗に抜けましたね。で、このしっかり宮間霧島が咲いて、あまり緑がない中、火山なんでない中でこの砂地とともに群生している景色は半端ないっす。めっちゃ綺麗っすね。むちゃくちゃ綺麗。最初の急登登り終えて馬乗せのポイントに行こうと思ってます。で霧がやはり出てる状態で非常に神秘的な雰囲気が出てます。でも風も言うて吹いてですよ。ここでドーンと太陽が見えたら素晴らしい景色なんだと思います。超絶絶景。
うわ、なんで、まさに何も見えない。はい、今山頂に着きました。で、ここのちょっと伝説神話を一つお話ししたいかなと思ってます。で、もともと日本人が建国が始まる前の話で、古事記等に確か書いてあると思うんですけど、はるか昔々、神々がこの世を治めたという神話の時代がありました。で、神々が天井、空の雲の上から下界を覗いた時に、ここの、高千穂、霧島連山が霧の中に浮かぶ島のように見えたと。で、そこから霧島という、名前が出たと。で、神々が遊びをしまして、天の坂鉾という鉾を、雲の上から地面にぶん投げました。で、ぶん投げた場所が山の絶頂の頂にポーンと、刺されたと。それが高千穂の一番上にある天の坂鉾です。で、ある時天照大御神の、孫の神様の新居の御事が三種の神器を手にして下界に降りたと。で、この下界に降りたところから、地上に降り立ったと言われるのが天孫降臨という話です。で、そこから、高千穂の第一歩を記したっていうところが日本の建国神話とその歴史が始まったと、言われていると。なんでここから全てが始まったんですよね。なんか神話とか山の歴史信仰とかいろいろあるんですけど、そういうのも結構面白いんで、なんかいろいろ書いてあると思ったりとか、ジオパークとかそういうのを見てみるとまた違った山の楽しみ方があるかなと思います。じゃあこの後天孫降臨された天の坂鉾もお見せしたいなと思ってます。霊峰高千穂峰、海抜1570m です。霊峰ですよ。こんな感じです。ちょっと晴れる30分ぐらい粘ろうと思います。Thank you.
高千穂で本当は綺麗な絶景を写したかったんですけれども、ちょっと天気に、まあ、恵まれないという、はい、で、まあ、ちょっと今回、この動画を締めたいと思うんですけれども、やっぱり百名山って言ったら唐国岳の方を登られる方が霧島連山だけでやはり多いかなと思ってるんですけど、私はめちゃくちゃこの高千穂の峰むちゃおすすめです。ぜひ、唐国とセットで、登っていただけたらなと思ってます。でちょっとこの登山道につきまして、結構岩があったり、道も狭かったりする部分もあったりしますので、ちょっとぜひ気をつけて楽しんでいただけたらなと思ってます。はい、では、これで、本日のマウンテングラフィックを、終了させていただきたいと思います。本日もご清聴いただきましてありがとうございました。今ちょっとジオパーク的なところにいるんですけど、唐国岳の頂上から韓国が見えるんでしょうか。言います、正解は見えません。一応、まあ、唐の国、朝鮮半島が見えるから、まあ望むから唐国ついたんですけど、見えません。見えないんです。もう一問、もう一つです。噴火はどうして起こるの、まあ、あんな感じで、どんな回答なんでしょう。長い、むちゃくちゃ長いです。マグマの発生、マグマの上昇、マグマだまり、爆発、溶岩の流出、噴火、再び静かな火口へ。難しい、非常に難しいです。